に着きました。おはようございます。どっちに？二層降らないの？降りないの？だからどっちの？どっちよ？降りないの？三倍だな。やっぱり三倍だな。じゃあこれをまとめよう。はい。前の電車だったらちょっと待ちの格好になるんですよ。なるほど。うん、だからこれが。あら、ちょうどいいかなと。日産じゃないですか。はい、どうもどうも。おはようございます。よく来るよ、今。メインディッシュでお腹いっぱいです。メインディッシュだ。なんだっけ。いや、食べられるってのは。パスタが来ますよ、健康、健康でしょ。これからパスタですよ。パスタは別口ですよ。ほら、だからこれ痛いんだよ、ほら。食べられる人は、いや、向けてもいいですか。健康な、健康な人はたくさん食べない。そうです。向けてこい。食える人はバンバン作らず。パスタが来ました。クリームパスタにトマトにホイルパスタ。なんていう名前だっけこのレストラン。フォーバウバウレットバウレットバウレットなんですか。炭焼きイタリアンバウレット。なんで牛さんなんだろう。千葉県の緑区のなんていうとこ。ここはもし緑区木王子町かな、うん、お腹いっぱいになっちゃったよ。どうしましょう。はい、食べてください。おいしいね。おいしい。乾杯。食べちゃうぞ、食べそう。クリーム、クリーム残ってんだよ。食べてくださいよ。全部食べて。これ3つ頼んだんだよ。合わせ。これは、ぶどう液を買ってきようけど、日産出られない。持ってきてください。西シェフ。じゃあ西シェフ。ブドウオーダー2丁お願いしますっていうことでどうですか。どうですか。最高、うん、前菜美味しかったよね。その割にはピザがなんか今度うちで作るよ。いやお腹いっぱいになったよ。でも大体ね、一食は一食でお腹いっぱいになるんだよ。クリームパスタ。この野菜とかあのあれ持ってくるんだったら言ってください。取ってきます。置いてきますよ。お腹いっぱい。ピザ。野菜、野菜、野菜、何の野菜でも。何でも、新しいね。うん、サラダね。ブドウ飲んでないの？飲んだ？飲んだ。あ、いいよ。欲しいの？いや、もらう、持ってくる、持ってくる。今持ってくるからいいや。いるものある？俺も行くからいるものある？滝さんは？いろんなね。はい。まだ計画も初案というふうに考えてください。で、予定の日程は、2024年4月10日、水曜日から17日、7泊8日の予定ですね。で、まあ、参加予定として佐藤さん、西さん、それから私と小川さんと、
まあ、4名現在のところ、予定しております。で見学予定地は、まず一つは香港、もう一つは台湾。で香港はその一国二制度が形骸したですね、香港の、まあ、現状を、見ておこうということです。それから台湾は、日本統治時代、これ1895年から1945年までですが、約55年間、台湾の近代化の基礎を築いたですね、日本人で、日本人は無名だけど台湾人からですね、未だにこう尊敬されてる日本人の構築した文化遺産について学ぶと、まあ、例えばその児玉源太郎とか武藤新平とか、それから明石元次郎とか、それから八田洋一さん、こういう方はですね、ま、あの八田洋一さんなんか毎年午前祭というのを5月8日にですね、台湾の総督が来て、実施されております。まあ、それこそ、この方が亡くなってから100年ぐらい経ちますけど、未だにあの台湾人から慕われてるということですね。で日本人は、まあ、一部の人を除いてはその八田洋一さんとかですね、明石元次郎さん、まあ、こういう人は知らない人が多いですけどね。で、まあ、こういう人を、迎えて、この方たちが活躍した文化遺産について学びたいと。で航空券の手配はですね、4月10日成田または、羽田から香港まで、それから4月13日土曜日香港から、ここはまだあの未確定ですが、台北って書いてありますけど、これが高尾ですね、高雄。ここにこの便があったらそっちにしよう。それから4月17日は、台北から東京。であと宿泊、ホテルとしては香港では、チムシャーツというですね、繁華街があって、このホテルがまあ比較的安全でですね、便利だというので、キンバリホテルとか、ガマザ香港ホテルとか、まあ、こういうのを一応予定はしておる、これから、チェックしたいとは思います。それから航空券チケットの予約先はですね、火星障子というのが上の御徒町にありまして、中国本部とか台湾とかの旅券の、チケットの、予約に精通しているということで、まあ、ここで今、調整をしております。で、まあ、あと、香港ではですね、マカオに、一日遊覧とか、あるいは香港市内のですね、ツアーなんかを考えておりますが、まあ、香港の見どころの背景としてはですね、香港はその1997年に英国から返還された後ですね、特別行政区として50年間ぐらいだったんですかね、特別行政区として中国本土とは独立したですね、地区として今日まで繁栄しておりましたけど、最近はその香港の選挙制度とかですね、国家安全維持の制度、こういうものが中国本土からの力が強くなって、一国二制度が形骸化している傾向にあります。で、まあ、見どころとしてはその香港は紅葉の真珠とか、あるいはインターネットマネーマーケットにしてですね、金融の中心として、輝いていましたけど、その輝きに最近は変化が出てきたんじゃなかろうかと、まあ、そういうところを見てくると思います。
これ、竹さん、はい、あの正式な申し込みというか、はい、そういうのはいつまで？いや、それはいつまでということじゃなくてですね、だって4月10日じゃないですか。いや、だから そのチケットをですね、うん、チケットを、うん、今、まだ発注してないんですね、うん、発注してないのですね、その大体こういう年でですね、うん、記述と問題なければ、うん、上野 の、うん、のチケットショップといいますかね、うん、そこまで、うん、今井さんが紹介してくれたね、うんうん、あそこに、今日のこの会があってからですね、うんうん、それから行ってたんですよ、ね、で香港から台湾に来るでしょ、うん、でその辺はうまくいくんですか。あ、そうだから、うん、それができるのがですね、うん、こういう会社じゃないとできない。で、我々がやったらね、この前ほら、名前のローマ字が一個違ってるとか、それをやるからですね、うん、私も怖くてできないわけです、うん、これはね、3回やらんといかんもんね。奥のオイルとか下げちゃっていいですか。はい、あ、それすいませんね、もう水も冷えちゃえば。大丈夫ですか。お使いになります。すいません、はい、夜は何時までやってるんで。大体9時半まで。9時ラスト、ね、ラスト。夜は、オーダーは何時ですか。メニュー持ってきますか。うん、飲み物もございます。お酒もございますし、これ食べ放題じゃなくて、うん、はい、アラカルトで。そうです、そうです。メニュー持ってきますか。あとね、3月5日の日に15時からですね、イオンでこの柏瀬さんというですね、この、まあ、そうさんも知ってるね、勉強会に来てる人ですね、急に来るようになって、で その人はその堀江さんっていう外交官の方がおられて、うんうん、その方との友達で、で、まあ、私もその堀江さんの友達なんです、うん、だから、まあ、お互いにね、そこでこう、まあ、縁がありまして、その方から聞いてきた、うん、その方がね、香港とか台湾とか、そういうところに前の仕事でずっと長いこと関連があったっていうことで、うん、まあ、現在の香港についてですね、まあ、いろいろご説明してもらったんです。でこれ時間を呼ばせてもらって、うん、後で武井さんに質問していいでしょうか。あ、いいですよ。後で、はい、で一番最後はですね、うん、台湾では、うん、この12番目にですね、うん、大きな古都台南とですね、釜、うん、山東団、うん、こういうことがありましょうと、はいはい、まあ、いうことと、あと、畑与一さんの、うん、畑与一さんのお墓もあります。そうですね。それから日月山にですね、これ私元次郎ですよね。あ、そうです、うん、元次郎です。あ、元次郎です、うん、で日月山に墓があるわけですか。こちらがメニューでございます。こちらね、あ、はい、すいません。お墓はね、あの先生が言ったら淡水です。だからね、そこがちょっとうまくいくかどうかわからないんですけど、日月山っていうのは、うん、明石元次郎がね、うん、いや作れと。え、あ、明石元次郎が作ってるのあそこ。そうです。まあ、作れと、まあ、命令したんですよね。命令した。あ、そう、うん、あ、日本人が作ったんですか。そうですよ。10年ぐらいかかって。え、10年ぐらいかかってる。すごいところですよ、うん、何回も言ってる。あそこは絶対、ほら、つまで行ったら絶対いいじゃないですか、うんうん、もう会社で何回も行って。ああ、そうですか。2回も参加、3回目あたりから、まあまあこんなとこかって大体分かったけどね。あ、その、発電所の方まで行かれたんですか。いや、そこで行ってないです。あ、その、ね、表面だけです。我々がいつも見るのはこの上のね、日月山の湖だけ見るんですよね。そういうか、湖だけど、湖の中に建物があってさ、ね、その中に入ったりしてさ、で、まあ、明石さんが作ったのはね、うん、これ、あそこに台湾を全土を賄う、うん、発電所、水力発電所を作ろうと、うんうん、言って
してその水力発電所を作ったわけです、うん、でその水力発電がですね、やはり当時の日本の、まあ、技術の水を集めて作ったんですよね。水力発電所だから要するに八田余市のあのダムから引いたわけですか。いや、あの八田余市のダムはね、あれだけじゃなくて、ウザン島、ウザン島という湖がありますね。その湖の水をね、今下に落とした、うん、そこに発電所を作ったんです、うん、でもそれはね、下から見たら大変な工事ですよ、うんうん、あ、分かります。まあ